お、新しいマップダンジョン、ダンジョンと言っていいのかな。フェニックスゲート跡地行きますか。荒れ果ててるね。13年経ってやっと戻ってきたフェニックスゲート跡地。あ、紳士的。時の流れから取り残されたみたい。そうだね、誰も何も手をつけてなかったんだね、ここ。足を踏み入れる者など誰もいない。フェニックスのドミナントいなくなっちゃったからかな。あの日のままなんだ。ここってなんかフェニックスのドミナントいた時なんか儀式とかを行うので使ってたみたいな書いてあったな。だからドミナントいなくなったから誰も使わなくなったんだろうな。これ何の跡？そういえば調べてみよう。クライブのチョコボのアンブロシアだっけ。あの子も結局死んじゃったのか。一切出てきてないもんね。実は生きてて、ここでピョーンって出てきて、クライブの自由に乗れる乗り物みたいな感じで出てきてもおかしくないけど。これはなんてこと。うわ、あー、いやでも確かにクライブじゃないな、黒のイフリートとフェニックスが争ってたね、ここで。まだでも黒のイフリートがクライブ自身なのかどうかっていう確たる証拠がない。お、これはロズフィールド公爵、ロザリアのマークかな、あれ。ロザリア軍の。トルガル？どうした、トルガル。めちゃくちゃうなってるな。あ、何がいたの？敵？あ、マルガラス。火のドミナントじゃん。あいつは真実を握ってる。追うんだ。追うんだ。いや、最初私あの子実体がない存在かと思ってたからさ。実体があるならね、何か事情を知ってそうだよね。とりあえず、どこへ行った。ここは隠れる場所なんて。消えたのか。これ地下かな、フェニックスゲートの。くそ、また消えたってのか。神出鬼没だね。砦だと聞いていたけど、まるで神殿のようね。ああ、君はここは初めてだったな。こんなとこあるなんてって言ってたもんね。門なんだ。門？フェニックスゲートっていうだけあって、この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。うん、それじゃああの日ジョシュアはここで。ああ、この扉の向こうにある典型の間で、うん、儀式をするはずだった。うん、なんか儀式するって書いてあったな、アクティブタイブロアに。あなたも一緒に。いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシュアが儀式を執り行う間、俺たちはここで祈りを捧げて待つんだ。火のドミナント、この奥行ったんじゃない。しかし奴はどこへ。この扉の向こう。まさか
フェニックスはもういないんだぞ。でも火のドミナントだよ。フェニックスの可能性あるよね。火のドミナントだし。いや、そうか、クライブ吸収したから。ん？いや、でも吸収したのはイフリートか。フェニックスの恩恵受けてるから入れるのかな。フェニックスの祝福。うん。クライブ。ああ、行こう。俺入れちゃったわみたいな。俺たちは外で待つんだ言ってたけど、しかも普通にジルも入れたね。だから同じタイミングで入れば入れるってことだ。その扉はジョシュアにしか開けないかもしれないけど、帰れませんね。あれはさっきと同じ仕掛けか。俺なら開けれる。お、なんか広い場所。ここは空の文明の遺跡。空の文明の遺跡。どこの遺跡も朽ちているのに、こんなにも形が残ったままだ。でっかくない？広。これはなんだ？水？水だな。こんなところに通じてたなんて。なんなんだここ。なんかよく残ってたね、ここ。お、なんだ、何か起動した。なんだ、さらに地下に。これは、お、モンスター。おいおいおい、うわ、動いた。襲ってくるか。倒さないといけないのこれ。倒すしかない。はっ、パニッシュ。あ、待って。あー、ごめんなさい。ごめんなさい。何に対してだ。これでよし、オッケー。セキュリティにしては、あ、あ、まだいた。今度はこいつらか。なんだこの丸いやつは。丸いやつ、あ、違う、これからやった方がいいんじゃない。マジックパスト、よし。こいつからやって、オッケー、あとは近接だけかな。マジックパスト、とどめ。うわ、よし、ポーン、吹っ飛ばして、とどめでいけるかな、これ。よし、オッケー。あと一匹？いい。異物が動くとは。異物が、そうだね。それだけじゃないわ。この遺跡自体が、まだ動いているのよ。いや、確かに。というか、ジョシュア、こんなとこに一人で入るの？入ってたの？いつも。こいつら倒してたってことかな。それとも、フェニックスの祝福で入ったから、クライブたちは敵とみなされてるってこと？アイテムが落ちている。高ー！高ーってか、高いんじゃないな。深いのか。地下だもんね、これ。あ、いる。ここ、あ、痛い。まあ、こいつからやった方がいい。くたばれ、ふわーい。あ、マジックバーストいけなかった。終わりだ。倒したか。
宝箱見っけ。ちょい。いや広いし深いし、もうイフリートとフェニックスが暴れまくってたのって地下だったけど、ここじゃなかったってことだよね。こんなに形が残ってるもんね。オープン。あ、なんか強そうなのがいるぞ。強敵だ。分かってる。見えた。なんだ。あ、待って、これでよし、ドン。避けて、意外と早かったな。いや大丈夫か。よし、テイクダウン。稼げ稼げ。 1.15 倍。まだだな。でこれでいけるか。再生の炎ギリギリ入った。 1.5 倍。よし、あ、やばいやばいやばい、早すぎたか。ではこれは避けて、もうちょっとだな。よし来た、引っ張って、あとちょい、頼む。あ、はい、入れんのくれた。よし、もうあと終わるっしょ。この異物は何かしら。オッケー。とにかく先へ進んでみよう。ちょっと大きめの異物だったね。このセキュリティシステムってことだよね。ちょい、風の宝珠。よし行こう。オープン。ポーション、ハイポーションってことはボスかな。本当に回復アイテムあるってことはボスでしょう、きっと。オープン。あれ違った、違ったかもしれん。ボム、なんだこいつ。これも異物だっていうの。はあ、234、なんか火効かなそうだよね。はい、たたたたたた。硬いな。よし、危ない。ファイヤーを飛ばしてくる。はい、なるほど。これあれだね、最後にうわ、よし、あー危ねー。いや、ファイヤー関係ないよこれ、属性あんま関係ない。よし、とどめ。特に何もないか。よし先に進もう。ボスかと思ったら全然違かった。アイテム、本当だよね。そんな話は聞いたことがない。こんな、ここは招かれざる者の道なんだ。あ、そういうことね。あ、こんな地下には行かないってことか。ジョシ、ああまた動いた。あのままきっとまっすぐ行けたんだ。ジョシュアナだ。一体どこ。上に向かってる。侵入者を出迎える罠か。
あるいはあの男はここまで来たんだろうか。罠か、それとも案内されてるのか。それしかないね。どうせ戻れないし、これ。お金ゲット、オープン。お、あー、またあれか、強敵だな、ガーディアン。あれ、うわ、いた。待って、こっちから、こっちからやった方がいいか。よし、あ、こっちやない、こっち、危ない。よし、こいつらからね。で、あー、一回避ければ大丈夫っぽい。よし、で、これ、あ、間に合った。来たな、見えた。もうちょっとでテイクダウンだな。よっしゃー、来た。で、ここでガルーダを入れて、よし、上に上げて、よし、再生の炎くらえ。あ、なんだ、敵増えた。いや、これもうやっちゃった方がいいかな、こいつ。うわー、ここ避けて、あ、これで、よし、避けろ。うわ、来た。あともうちょい、こいつ。オッケー、こいつはもう倒せる。とどめ、オッケー、あとは雑魚だけだね。ふん、うえ、終わりだ。アイテムが、ちゃんとさ、泣き殻が残ってんのがリアルだよね。ヒューとか、なんか塵になって消えたりしない。よし、先進むぞ。オープン。これは、雑魚だけか。よし、とどめ。いた、いたた。これは、とどめ。あとこいつだけ。あ、増えた、増えたな、すごいやつだ。よし、このボムからやるべきかちょっと迷うな。なんだこの攻撃、誰。はあ、来てるな、ビーム。これ全然見えない、これオートスローないと避けらんない。あ、危ない。よし、トルガル回復して。間違えた、これで終わりかな。あ、まだいては。オッケー、危ない。お、なんだ、光ってるけど、ボムの亡骸か、あれ。よし、だから後ろから来る攻撃絶対さ、見えてないと避けんの大変だよね。火星の、なんだ。よし、オープン、進むぞ。もう進むしかないもん。アイテムゲット、あ、ハイポーションか。オープン、
お、一番奥か、ここ。お、なんだ、帰り道が。まあでも今までずっとなかったもんね、帰り道。今度は何なの、なんだこいつ。なんか一番でかそうなやつやってきた。鉄巨人。おお、なんか強そう。仕方ねえな相手してやるか。見えた。来る。いや、その攻撃はわからない。よし。いやー、もうちょっとで削れそう。早い。うわ、どう。よし、オッケー。ここでいけたー。ここで炎に変えとこ。来る。これが分かんないな、それ。ドーン。あ、もうちょっとでテイクダウン取れそうだね。うわお、危なっ。あ、来るな。はい、よし、ガルダ行くぞ。いけー、食べろ。よし、入ったな。で、ここで入れて、うわー、最低の炎。ギリ入ってなかったな。ちょっと出すのが遅かった。うん、なんだ、アトミックチャージって何？どうすればいいの？一気に叩いてやつを止める？とりあえずアビリティ使おう。で、うわ、まだ足りないか。ライジングフレーム、よし、オッケー、間に合った。今よ、もうちょっとで削れそう。よし、あ、まあ、もう一回。はい、よし、取った。ひざまずけ。よしあと半分か。来る。はあ、うわー、危ない。え、それなんか毎回食らわないけど、なんだ。はあ、やべえ、突っ込みそうになった。もう一回来る。はい、もうちょっとで。よし、パリ、オッケー、いけ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 、 1.3 倍で、ファイヤーにして、うー、倒した。再生の炎はあれ使えてなかったかもその前に倒せた、よかった。ん、古代鉄、新しい素材。よし、いや、焦ったな。紫色のゲージになった時。止まったか。大丈夫かな。なんかまた動き出しそうだけど、この人。こんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだなんて。もう完全に排除しようとしてるね。鉄巨人ごと。今度はどこに向かうんだろう。
大丈夫かトルガル。遺跡嵐と思われてるんだろう。俺たちは侵入者だ。だとしたら奴は。あいつは侵入者じゃないのか、火のドミナント。マルガラスさん。あ、なんだこれは。ジル、あれは。何を見つけた。はあ、何これ。あれは何かの壁画かしら。なんだろうね。近くまで行ってみよう。お、風の宝珠。え、こっちも行ける。ポーション。これ地図見れないんだね。行ける場所が、え、待って待って、私全部アイテム取っちゃったけど、取っといた方が良かった。トルガル、そっちが行く方っていうことは、こっちから行ってみよう。どっちも一緒か。トルガル。あれ、トルガル向こうから走ってきてる。あ、これ開けれるな。オープン。トルガル、あら、どっちからでもよかったのか別に。ボス戦っぽいけど、あんだけハイポーション置いてあったらね。なんだ、嫌な予感がする。こいつはなんだ、なんかガルーダが生み出した、あのチラータだっけ、なんかあれみたいだけど。ふっ、消えた。わお、避けて。なんかガルーダのしもべに似てるね。なんか動きもちょっと似てる。モーションは全然違うんだけどね。よし、これで落ちろカトンボ。もうちょっとでテイクダウンが取れそう。よし、まあ位置悪いと食らいそうだな。テイクダウン、いけ。よし、で再生の炎、ドドドドド、 1.5 倍美味しい。17,550。わお、あとちょっとだね。2連発。うお、連続すぎ、連続攻撃すぎ。よし、あ違う、こっち。オッケー、もう終わりだお前。よし、倒した。こいつ今まで見たことのないものだ。そうだね、こんなやつがいるなんて。今のはなんか、そう、ガルーダが生み出した魔物に似てたよね。え、これどっち、またどっちでもいいってやつ。迷子になっちゃうよ。お、なんだ。ここにも出るか。これでとどめ。よし、なんかダンジョンいた。あ、モンスター、モンスタールームみたいだね。なんかチョコボの不思議なダンジョンとかであるさ。なんかその部屋入った瞬間にこうモンスターが死ぬほど出てくるみたいな。よしよし、オッケー。え、これ行き止まりだよね。
あ、スイッチ起動するのかこれで。光が。なんだ？あ、何か意味があるのかしら。向こうにいた。これで一つ鍵が開いたからもう一部屋。もう一部屋行かねば。これまた真ん中で戦闘だったらだるいね。そんなことはなかった。よし。行くぞ。また敵かな。スペクター。とどめ。危なーい。食らっている。よし、飛ばして。とどめ。消えるね。オッケー。起動。わあ。これは。これできっと先に進めるんじゃないか。あ、光ってる。なんか出てきた。起動。円月起動。違うか。円月っぽいけど丸いから。あー、道ができた。ガシャポーン。あの奥に渡れってことか。マルガラスさんいるのかな。そのようね。行くしかない。だってもう帰れないもん。道がなくて。俺帰れんのかなこれ。外出れるこれ。えらいとこ来ちゃったよね。オープン。な、何あれ。どうやら行き止まりだ。なんだこれ。クライブ、これって。なんでだろうこれは。なんかの壁画？いつの時代のものかしら。あれはなんだ。ずいぶん古いけど。さあ、俺も初めて見る。イフリートっぽいような。違うよな。ならここが典型の。イフリートに羽生えたみたいな。フェニックスとイフリートが合体した姿。あ、どうしたクライブ。あ、なんだ、また、あ、時が止まってクライブだけが動いてる。前までクライブも止まってたのに。どういうこと。あ、火のドミナント。お前は何者だ。火の召喚獣のドミナント。ジョシュアの顔してたけど、ジョシュアとどういう関係あんの。しかも言葉が何語だこれ。あ、見せてしまうの。いや、どこだここ。これもしかして13年前のフェニックスゲート。あれ、どこここ。これはあの日の。あ、やっぱり。あ、わあ、あの日の。また見せようっていうの、このシーン。やめろ。ダメだ。やめろ。いや、でもこれを受け入れないと
本当のことがわからない。やめろ。止まった。俺はこうして女子を、火のドミナとクライブだったもんね。クライブなのやっぱり。女子は俺を頼ってくれた。あ、少年時代のクライブ。祝福を授け、僕を守ってって。守らなきゃならなかった、あの日も。なんであの日守れなかったんだ。ジョシア、ジョシア、すまないジョシア、守ってやれなくて。あ、笑ってる。ジョシアは死んだ。俺が殺した。本当に？そうやって言葉にすることで、どこかで他人事のようにこの事実を受け入れてしまえば、思い出まで消えてしまいそうで怖かった。俺は自分から逃げていたんだ。お前は受け入れられるのか。簡単なことじゃないが、やらなきゃならない。真実を知ることがジョシアへのせめてもの償いだから。受け入れるのか。クライブが13年前に置いてったもん。受け入れた。そして戦うのがこいつと。戦って受け入れるってことだね。そうすることでこの黒いフリートを倒すっていうことは、敵を撃つっていうことにもなるか。何をしてくれる。来る。でかすぎるよ君。バルカンバースト、なんだこれ。うわっ、燃えすぎ。いやもうでかすぎてさ、攻撃が当たんない。スコーチアース、これは避けて。顔が一番ダメージが入る。よし、下にマジックバーストしない方がいいか。出た。避けて、頭になるべく。よし、避けたら、あーこれ突っ込んでくるやつ。よし、ここか。これでひざまずける。オッケーオッケー。うわー、うん、
と無理かと思ったわ一瞬。出たバルカンバースト、一回避けて、もうちょっとでテイクダウン取れそう。あ、これはそこか。いやちょっと待って、遠いな。来る、はい、はあ、当たってない、くそ。バルカンバースト、これ一回避けてから、あともうちょい、ああよし、はあ遠いって、ふう、よし、ちょっと避けて、遠い、これなんかあれだね、テイクダウン取る前に終わるかもしれない。危ない、もうちょい取れそう、テイクダウン、よし、いけいけ、稼げダメージ、でかいからこれ当たりやすそう。おお、トータル、いや倒したのか、弱点狙ったからかな、テイクダウン取る前に。よし、うわなんだ、は、自分、そうか、自分を倒さなきゃ、受け入れたくないよな、この今だって逃げ出したくなる。ジョシュアを殺したクライブ、それを倒して受け入れなきゃいけない、倒さないと、よし、はい、せやそこか、あ、もう一回、もうちょいで半分いきそう、あ、やば、危な、いけ、よし、ん、これガルダー間に合ってないよファイラー、よし、まだ来る、もう一回いきそう、もうちょっとでテイクダウン、ではおいら、よし、テイクダウン、稼げ稼げ、早いなメーターたまるの。ここで一回入れて再生の炎たまるかな、再生の炎、どこ行った、あ、これは競り合いかと思った、ライブ、これはイフリート、イフリートの力使ってるな、危ない、ないって言いたいのか、
ふっ、見えた、余計来た、イニシアネート、もうちょっと、ここだ、ひざまずけ、よし、危ない、入る、もう一回、これは避けて、もうちょっとでテイクダウンいけるな、地獄の火炎いけるか、ちょっと待って、テイクダウンが取れない、なんでだ、これが終わんないといけないのか、これ避けられんの、いった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 、これあれじゃない、よし取れた、びっくりした、一生取れないかと思ったテイクダウン、再生の炎いけるな、よし今だ、再生の炎は、よしちょっと回復しとこう、どこ行った、競り合い、うわくっ、あ、心配か、自分か、大丈夫、逃げたりしないさ、逃げちゃいけないよね、消えた、そうだな、一緒に行こう、過去の自分を受け入れた、受け入れろ過去、自分の全てを、なんだあのメーター、え、己を受け入れる、これは同じ状態になった、俺は前へ進むと決めたんだ、これで負けねえ、見えた、あれだ、ガルーダ使えないな、この状態だと、つえよし、待って待って、連打がいつもと違うのか、よし、テイクダウン、これ使えるのか、ほら、よし、再生の炎いけた、倒したか、イフリートだ、そうだ、俺はイフリート、認めた、お前は俺だ、受け入れたわ、クライブが、やっぱりクライブ自身だったの、じゃあ丸ガラスって、おお、今度召喚獣戦か、うーん、競り合い、よし、くそ、負けね、自分には負けたくない
夫。まだか。ほら。解いた解いた。人型に戻った。あ、勝ったの？よし。自分に勝った。ファイヤーシャード。これでまた武器が作れそうだね。あ、クライブ。己を認めたか。得得せよ。イフリートになれってこと？笑ってる。